茨城美味しいデリシャスよ。ひたちなか市の港パンのアンパンの DIP を測りますよ。茨城面白茨城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 研究所。右手が茨城、いやうい茨城の形になったら。どうもオスペンギン山中隆俊です。同じくオスペンギンのデレスカです。はい、というわけでね、まあ、茨城県内にはね美味しいものたくさんあります。はい、ただねその美味しいものを人に勧めようとした時にですね、なんかすごく美味しいとか、はい、めちゃめちゃうまいとか、うん、ちょっとアバウトな言い方になってなっちゃう。具体的にどのぐらい美味しいのかを伝えることができないと、できないのよいうお悩み皆さんお持ちだと思います。持ってます、持ってます。そこで、我々が、作ったシステムがございます。え、何それは。オスペンギン式美味しさ衝撃数値化システムでございます。なんじゃなんじゃなんじゃそれは。このシステムを使えばですね、美味しいものの衝撃をですね数値化することができます。ほうほう。なので具体的にこう美味しさを表すことができると。うわ嬉しい、数字で言えんのね。そうなんです。うわめちゃ嬉しいじゃん。なのでこうズレがないというか、なるほど、はい、はっきりした数字が出るんで、もうこれは便利でございます。はいはいはい。その美味しさの衝撃の数値の単位と言われるのが DIP でございます。はいはい、はい、この DIP デリシャスインパクトポイントですね、はい、まあ、測っている企画でございます。なるほど。そして今回測らせていただくのがこちら、うん、ひたちなか市にあります港パンというパン屋さんのアンパンでございます。はい、出たー。これも老舗でめちゃめちゃ地元で人気のやつね。はい、まあ、まずはね、はい、早速システムのセッティングしちゃいたいと思います。はい、システムのセッティングが完了しました。わ、こちらだアンパン。はい、まあね、パッと見、うん、こうスタンダードなアンパンなんですけども、はい、はいはい、まあ一応ね、こしあんと粒あんがあって、はいはい、まあ港パンのアンパンと言われて親しまれてるのはこしあんの方。はい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 。ということで、今回私はですね、こちら、ほう、はい、ほう、おお、こしあんを、買ってきました。おお、ね、詰まってますね。はい、どのぐらいの DIP が出るのか、はい、システム稼働。あ、出た出た出た。あ、いったいったいったあ、いった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 。どうだどうだどうだ。ちょっと待って、わかんない、これ未知数だな。アンパンはどうだ。 あれあんまりないパターン。衝撃、うまーい、うおほほほほ、うお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 ほほほ。あ、すごい。お、あ、出た。出た出た、倒れなかった。うおぉ。え、ちょっと待って、嘘。え、痛い。119。119センチ。あ、痛い。119。すごい。119センチということは、港パンのアンパン。はい、119DIP と。違います、違います。見てください。あ、本当だ、倒れてない。倒れてないですよ。だ、あの 119DIP プラスということが分かりました。とんでもない記録出ましたね。そう、あの椅子が倒れないとね、はい、DIP にプラスがつきまして、まあ、あの同じ数字だった時の微妙な誤差になるということです。いや、ちょっとね、今までで一番やっぱ飛んだっていうか、その高さもすごかったですよ。いやいや、すごかったな。大丈夫ですか。いや、なんかね、うん、痛い。飛んだ瞬間に、はい、なんか後悔したというか。まだ落ちる直前ね、はいはいはい、飛んだ瞬間に、やべ、やりすぎたっていう、なんかやりすぎたんですか。あ、やりすぎたって何。衝撃がすごかったってことでしょ。そのやりすぎたって、このアンパンの美味しさはやりすぎたっていうふうに思って、この時思ってんだ。そうで、ドスンでいっつーってなりました。なるほどなるほど。はい、だちょっと待ってくれ。どうした。いや、とんでもない記録出たよ。うん、でもさ、昔から山中さんってさ、アンパン好きじゃない。まあまあ好きですね。だからさ、これどのアンパン食べてもこれぐらい衝撃あるんじゃない。
あ、なるほどね、うん、じゃあ俺がさ、うん、こうスーパーとかコンビニに売ってる普通のアンパンを食べて同じように測ればいいってことでしょ、はいはい、そう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 、で比べりゃいいじゃん、そうそうそう、はい、じゃあそうしよう、あ、じゃあそうしよう。さあシステムのセッティングが完了しました。あ、これね、まあこれあのスーパーで買ってきた、はい、まあ普通のアンパンでございます。まあ美味しいよね。ね、一応コシアンパン。あ、コシアンパンだ、はい、あ、全くじゃあ一緒ですね、条件はね、はい、まあ、どこにでも売ってます。はいはいはい、じゃあちょっとこちらの VIP 測りたいと思います、うん、はい、これ飛ぶんじゃないか、システム作動、飛ぶんだ、これ食べたら痛いってこと、これ行くんだ、これ行くんだ、うまー、あ、あ、すごい、なになに、復帰してんのね、うまー、あ、あ、すごい、なになに、復帰してんのね、え、何？測った、測った、測った。いやいや、ゼロ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 。美味しかったよ。いやいや、でもほら、ゼロだよ、ゼロゼロ。あ、ほら。そうか。美味しいとはいえ、もう食べ慣れてる味だから、衝撃を受けるような美味しさではないってことか。あ、そういうことか。やっぱ衝撃がないと、どうしてもゼロになっちゃうからね。ってことは、さっきはすごかったってことだ。あー、つまりゼロ DIP か。美味しかったんだけどね。なるほど。さあ、というわけでございまして、はい、こちらのね、港パンの、うん、アンパン、うん、こちらが 119DIP プラス、そして、どこにでも売っているスタンダードなアンパンが 0DIP ということが分かりました、はい、いやすごかったですね。じゃあ全然やっぱ違う衝撃でしたね。そうですね、はい、もうはっきり違いが多分こう見えてると思います。はい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 、数字にもね現れてますけども、はい、明らかに違いました。じゃあこれは皆さんね、あの港パンのアンパンってどれぐらいなの美味しさはって言ったら、あ、 119DIP だよ、プラスね、プラスって言えばいいですね、はい、そうですね。あ、じゃあ皆さんぜひ、はい、港パンのアンパン、はい、食べてみてください。オスペンギンからのお知らせです。現在水戸駅北口ビストロ居酒屋食堂ヘイとコラボ中。会計時にこちらの画面を見せますと 5% オフになります。何人でも何回でも使います。ぜひ使ってね。この画面をスクリーンショットして見せても大丈夫です。ぜひ、スクリーンショットしてください。してますか？してます？え、何その？してない人いたから今。あ、いた？いた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 。どうしないと。皆さん、チャンネル登録、高評価、グッドボタン、拡散お願いします。うまい。パンがね、うん、もちもち。おー。うん、もちもちだけどふわふわみたいな。おえ、もうパン自体やっぱうまいんだね。これあんこも多分自家製だね。ああ、それでよくない？本編おいしいねえ。なんか甘すぎないというか。いやだからさ、本編それでよくない？なんか体痛みつけてないでさ、パンに合うあんこ、あ、うん、おいしい、おいしいと思う、だと思うんだけどさ。